アイドルグループ、乃木坂46の公式ライバル、ループのメンバー発表会が15日、都内で開催さ、た、グループ名は、僕が見たかった青空。異表、区グループ名がネットで反響を呼んでいる。友ともと、乃木坂46は、秋葉原、通称秋葉を拠点とる、ル AKB48 の公式ライバルとして、2011年8月に、結成。 乃木坂46公式ツイッターのプロフィールには今もな AKB48 公式ライバルとして結成したアイドルグループです。グループ名の乃木坂は最終 OD4 会場の SME 乃木坂ビルに由来し46は AKB48 より人数少なくても負けないという意気込み秋元康氏からです。よろしくお願いしますとグループの由来が記されている。 その後結成された姉グループも、ケヤキザカ46、現桜坂46、平賀のケヤキ、向ひな46と名付けられ、公式ライバルのグループ名も、な、数字となることが、大方の予想だった。それ、反して数字はつかず、坂道グループの楽曲の、イトルのようなグループ名となり、ツイッターでは、グループ名、僕が見たかった青空、 乃木坂46、式ライバルが国内トレンドトップ3を占めた。発表会はグループ名の由来について誰も小さい頃っていた夢があります。大人になったらこうな、たいと抱いていた願いです。やがて大人になって、理想と現実のギャップに気づくと自分のを語らなくなります。僕たちはいつ諦めことを覚えてしまったのでしょうか。確かに、和遠い。 それをつかむまでは、いろいろな障害、あるかもしれません。でも夢は必ずこの先に、るんです。雲に覆われた向こうに青空はある、です。彼女たちはこれからデビューします。まあ、夜明け前の暗闇の中の青空を信じて、大人に、他僕たちはいつの間にか諦めてしまったけれど、彼女たちには見てほしいな。僕が見、買った青空を、彼女たちの応援によろしくお願い、しますと、 運営の思いを MC が代読した。メンバー、ヤギボリ・ハナレは、グループ名について、てっきり数、がついていると思っていたと本音を打ち明。つつも、僕が見たかった青空、略して、僕は男、でもらえたら嬉しいですとアピール。SNS でも、な、数字のグループ名になるのかと思ってた。あざなしか公式ライバル感ないな、まさかの数、なしが一番のサプライズだったな。 数字は星、夜なといった声が広がっている。